はい、こんにちは、116ウィンズです。スプリングトレーニングもかなり本格化してきてですね、まあ、ようやく野球の季節が来たなという感じがするんですけれども、まあ、スプリングトレーニング始まって、まあ、各球団ですね、まあ、開幕に向けてどういう戦略でいくのかというところが、まあ、徐々に明らかになりつつあるんですけれども、まあ、その中でですね、シカゴカブスがちょっと面白い戦略をちょっと打ち出してきまして、で、それがですね、来季の1番にクリス・ブライアントを据える意向をデイビッド・ロス監督が示したんですね。で、ブライアントはキャリアでは主に2番か3番を打っているバッターなので、ほとんど1番っていうのは実は経験していなくて、まあ通算でも7試合しか、まあ1番での経験がないんですけれども、まあそういった中で1番に、まあクリス・ブライアントを据えるという、まあちょっと大胆な決断をどうもしたみたいなんですけれども、まあそれでもですね、まあブライアント本人もかなり前向きに捉えてるみたいで、まあ順調にいけば来季の開幕戦の1番には、まあクリス・ブライアントの名前があるとは思うんですけれども、ただですね、昨年のカブスの打者陣を見た中で、まあ、ブライアントの打撃成績っていうのは、まあ、文句なしで、ぶっちぎりでチームの中でもトップの成績なんですね。そんな選手をなんでクリーンアップではなくて、まあ、一番に据えるのかっていうところを、まあ、ちょっと気になる方もいるとは思うんですけれども、まあ、今回はですね、その、まあ、カブスがなぜ一番にブライアントを据えるのかっていうところを、まあ、お話ししていければなと思います。で、今回、カブスがブライアントを一番に据えたいという、まあ、意向を示した理由として、まあ、近年のカブスが、まあ、なかなかリードオフで良いパフォーマンスを出せていないところが、まあ、一つ理由として挙げられるんですね。まあ、ワールドシリーズを制覇した2016年で言えば、まあ、デクスター・ファウラーという、まあ、非常にですね、素晴らしいリードオフの打者がいたんですけれども、まあ、ファウラーはですね、2016年オフで、まあ、カージナルスに移籍してしまって、そこ以降のカブスっていうのは、まあ、なかなかリードオフの選手が固定できていないんですね。昨年なんかは特にひどくて、まあ、打率も2割1分2厘、出塁率も2割9分4厘、というところで、まあほとんどですね、リードオフから良いパフォーマンスが得られていない状況でして、で、カブスはですね、2番以降はまあ OPS が8割後半から9割ぐらいの、まあ非常に素晴らしいバッターが並んでいる中で、まあ1番の選手たちが、まあこの状況というところで、なんとかですね、得点力を上げるためにも、まあ優れた1番バッターを、まあ置きたいというチームの意向というところは、まあまず間違いなくあって、で、去年なんかも、まあなんとかしてですね、1番のパフォーマンスを上げるために、まあカイル・シュワーバーを置いてみたりとか、まあ、あとはアンソニー・リズを置いてみたりですとか、まあ、いろいろな策は試してはいるんですけれども、まあ、ただ実際の結果としては、まあ、この上に出ている数字の通りですので、まあ、やっぱりですね、なんとかですね、まあ、固定できるような選手を置きたいというところで、ファウラー以降リードオフを固定できていないという問題と、で、かつ1番の打順のパフォーマンスが致命的に昨年悪かったっていうところの、その両方を解決するための策が、まあ、1番ブライアントなのかなと思いますね。で、実際1番ブライアントっていうのは、まあ、非常に理にかなった策だと思っていまして、まあ、こちらが通算のブライアントの成績になるんですけれども、まあ、通算出塁率が3割8分5厘で、まあ、非常に高いですし、またシーズンごとの出塁率を見ても、まあ、常に3割後半から、まあ、2017年に至っては、まあ、4割9厘と、まあ、とにかくですね、出塁能力に関しては、まあ、非常に申し分ない力を持っていると。で、またですね、ブライアントはですね、まあ、イニング戦当時の出塁率では、まあ、4割4分8厘というところで、通算出塁率よりも、まあ、さらに高い数字を、まあ、実は昨年残していまして、まあ、非常にですね、チャンスメイクっていうところも、まあ、優れたバッターなんですね。まあ、そういった出塁能力も評価して、まあ、ロス監督もですね、1番にブライアントを据えたいという意向を、まあ、おそらく示したんじゃないのかなと思いますね。で、ブライアントといえば、まあ、結構三振が多い打者として、まあ、指摘されることも多くてですね、まあ、三振の多い打者をなかなか、まあ、リードオフに据えるってことは、まあ、難しいと思うんですけれども、まあ、実はですね、その三振数も、まあ、結構減らしてきていまして、まあ、新人時代こそ199三振で、まあ、リーグワーストの数字を残してしまったんですけれども、まあ、その数字は年々減らしてきておりまして、まあ、昨年に至っては、まあ、三振率 23% 程度とぐらいまで落ちてきてますので、まあ、むしろですね、リーグ平均ぐらいの三振数なんですね。まあ、そういったことも考えると、まあ、別にですね、三振数というところも、まあ、そんなに高くないですし、まあ、何より出塁率が非常に高いというところも踏まえると、まあ、ブライアント1番っていうのは、まあ、確かに納得できるなとは個人的に思いましたね。と、まあ、そんな感じで1番ブライアントというところを、まあ、示してきたカブスなんですけれども、
まあ、実はその後ろにですね、アンソニー・リゾーを置くという案がどうもあるみたいなんですね。まあ、1番ブライアンと2番リゾーとなると、まあ、いきなりオールスター級の打者が2人、まあ、並ぶっていうところの、まあ、ものすごいワンツーパンチになるわけですけれども、まあ正直ですね、こんな1、2番他にいるかっていう感じの、まあ、強力打線になるわけですけれども、やっぱりカブスが浮上するためには、まあ、攻撃陣がしっかりと機能することは最低限必要なわけですから、まあ、このブライアンとリゾーの、まあ、1、2番っていうところは、まあ、攻撃陣をしっかり機能させる上でも、まあ、非常に重要な役割を担いそうだなと思いますね。まあ、自分がピッチャーだったら、こんな1、2番正直対戦したくないなっていうところで、まあ、この動画は終わりにしたいと思います。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。